9月も半ばに差し掛かっていますが、今日は非常に暑いですね。夏を思わせる暑さですけども、まあ、ここはこんな風に太陽出てますけども、まあ、日本列島非常に長いので、ここが晴れていても他ではねちょっと天気が悪かったりして、まあ、災害も起きてますんで、その辺はとても大変なんですが、せっかくの太陽。はい、で今回はゲームボーイ、初代ゲームボーイのレトロブライトですね。今度は塗装なんかしないで真面目に行きたいですねでネジ4つと思いきや中にあります。計6つですね。例の Y 字型のドライバーです。やっぱり電池ボックスのとこ見ますとだいぶ黄ばんでるなと思いますね。本体だいぶ黄ばんでます。あら、こういう出し方してネジをなくさないようにしてくださいと。まあ例の Y 字型ですけども、ほら結構色がね違います。かなり黄ばんでます。この色に戻したいんですけど、今回戻るでしょうか。時期的にはもう9月の初旬ですけどもね、もう中旬になるのかな。でパカッて開けるとパカッとはいかないんですね。ここにこのなんて言うんでしょう、フレキシブケーブルって言うんでしたっけ、があるので、こいつを引っこ抜かなきゃいけないんですが、どうかな、これパカッて開けられるのかな。引っこ抜くだけみたいですね強引に引っこ抜くだけっぽいですよこれ。まあとりあえず2分割されたので、そうですね、これ引っこ抜くしかないようなので、まあしょうがない。任天堂って書いてありますね、基板のところに。ダイヤル、まあこうやって2つに分割しました。基板が2枚に分かれてるんですね。でとりあえずこの電池ボックス側の方のやつを外したいですが、ここからは普通の通常のプラスドライバーですね。プラスドライバー1番で OK そうです。ネジを外してるシーンはつまんないので8倍速で、でこんな感じで基板が外れてきました。いいですねこれいや何がいいんだかわかんないんですが、あ、まだこっちにですね、こういうなんでしょう、まだ金属板がついてますね。これはこれもネジで止まっていますので、あれなんか取れましたけど、あ、電源スイッチですね。電源スイッチがちょっと落ちてしまいましたけども、なくさないようにしましょうと。このネジは4箇所ですね、4箇所。これもパパッといってしまいます。これで外れましたね。さあこれで終わったと思ったら、まだこのね電池ボックスのなんていうんでしょう、これスプリングの部分が残ってるんですね。これを外してあげなきゃいけないんですが、くっついちゃってます。でこれでちょっとプシュッと押してあげて、爪を押してあげることによって外れますので、ちょっとプシュッと押すと、ね、取れます。反対側にもスプリングがありますので、同様に爪がありますので、プシュッと押してあげて取ってあげます。そうすると完全にねこのようにプラスチックだけになります。中身の基板をつなげているプラスのネジは全部同じ形ですので、ひとまとめにしておいても大丈夫だと思います。もう一つ液晶画面側の基板を取り外したいんですが、こっちはボタンとか細かいパーツもいっぱいあるので慎重にやりたいですが、ここはすごいネジですね、何個あるんだっていうぐらいにちなみに基板に白い丸で囲ってあるやつがネジのとこなので、まあそれさえ忘れなければ大丈夫でしょうと。動画や写真を撮っておけばまあ安心ですね。この爪を外すのかな、このプシュッと押して基板を外すのかなって気もしましたが、特に関係ないですねこれ関係ないです。硬かったのは両面テープで液晶を押さえていたからですね。はい、さっきの爪は関係ないです、カットしてください、ここにボタンの各種パーツがありますし、これね両面テープががっちり
ついてます。全部ゴムパッドみたいのから AB ボタンのやつを取ります。あとはそうですね、このなんて言うんでしょう、液晶を守ってるこのプラチック、透明なプラを取り外しちゃった方がいいかなと思います。これも取れますね。まあ後で綺麗にボンドで貼ってあげましょうといったとこです。前回はでかい箱、容器に蓋なしでやったんですが、今回は小さな容器でいきたいと思います。これはよくお弁当とかを詰めたりする容器ですかね。まあちょうどね、このゲームボーイがぴったりな感じなんですが、ちょっとね軽いので風が強いと吹き飛ばされそうな気もしますけど、まあ物は試してやってみて、とこういうジッパーでもいけるのかなと思ったんですが、ちょっとちっちゃいのしかなくて、これだとちょうどつからないかななんてちょっと思ってしまって、とりあえず今回はこのなんて言うでしょう、ランチパックみたいなやつでやっていこうかなと思います。ちょっとね汚れを取りたいなと。まず結構手垢みたいのはこのメラニンスポンジっていうのかな、激落ちくんで結構取れます。これでシュッシュッシュッってやると結構汚れは取れちゃいますので、取れるものは取っておこうと。で早速水入れたいんですが、ちょっと大胆に入れてますけども、もうすでにねワイドハイター EX を入れました。ちょうどいい深さなのでどうかなと思うんですが、ここは電池蓋と通信ケーブルをつなぐちょっとしたパーツも一緒に入れてあります。なんだかんだ1週間ぐらいやりますので、こういうジッパーに細かいパーツはしまって、それぞれねなくさないようにネジとかもジッパーに入れました。でまあその辺にほっぽっとくとうちだと踏んづけられちゃうので、こういう靴箱に、靴が入っていたこの箱にしまっておきたいと思います。まあ結局2時間後ちょっと様子を見に行きましたけど、どうでしょう、白くなってる。いやそんな早くはならないかなと思いますけども、頑張って塗装じゃなくていきたいです。ではまた。